何？はっきり喋れ。始まりは娘の万引き未遂だった。俺は娘が万引きしたなんて思ってねえんだよ。カノに何したんだよお前。あーせや、本当にすいませんでした。迫り来る父の狂気が周りの人をも追い詰めていく。逃げ出した相手を追いかけて何が悪いんだって。お前昔痴漢で捕まったらしいな。お前が何したか分かるまで諦めねえぞ。俺はただ本当の話が聞きたいだけだ。あなたの話なんて聞きたくない。あの子の何知ってるの？盗んだっていうマニキュア何色か知ってる？だから盗んでねえし、そんなのつけてるの見たことねえよ。透明だったって。無責任な娘です。でも娘を許してください。殺すときたら。人は人を憎み、人は人に寄り添って生きていく。空白。